ママ家の充電器知らない？知らないって言わないで。知ってよ。頑張れ、あの日の私がそう叫んでる。え、どこやったの？あ、あった。ごめん。すみません。ありました。今始めました。頑張れ、の日の私がそう叫んでる。今日はマック食べます。頑張れ、の日の私がそう叫んでる。エミューさん、なくなったんだけど。よいしょ。頑張れ、の日の日の私がそう叫んでる。寒いな、暖かい。今日はマック食べます。よいしょ。ちょっと充電をしてるってことで、20%ぐらいになってからでいいか。よし、こんばんはです。寒い。よいしょ。頑張れ、あの日の私がそう叫んでる。こんにちは、ワン。ズボン、フラペチーノさん、コンペットありがとう。サルトベニザイモンさん、200回目の訪問ありがとう。これからも見に来てください。ありがとう。頑張れ、あの人は私がそう叫んでる。こんばんは。死ぬって言わない。ビッケーブさん、ケイトありがとう。ビッケーブさん、ケイトありがとう。ドジとか言わないでよ。ママ？ママ？ラクにかじられてる。ミュウの新しい鏡が。ラキのかじってた。もうなんで回収しないの？いや、もう気づいたら落ちてたんだって。最悪。遊んでって、かまってやってる。最悪。ラク、気をつけてね。マイヤー100円だし。治った。今日はあれ治ってない。やばいやばいやばい、壊れそうな予感。お、来ました。たかぼうさん、200回目のありがとう。ケチケさん、あら、火星じゃなくてかりんとコンペットありがとう。ピカブさん、誰もありがとう。あ、外資系アラム、え、ありがとう。そう、初めて出会えて嬉しかったです。今日はクーちゃんにしました。え、めっちゃこぼれてるんだけど、どういうこと？買った袋の帰ってて、めっちゃこぼれてる。いっか、そういう時もあるよね。鏡邪魔。カービィ売り切れで買えなくて泣いてる。あれ、何が可愛いの？なんかあれなのかな、キティちゃんと同じ存在なのかな。なんかイッチも欲しいって言ってたような気がして。でもキティちゃんもだけどさ、なんでさ急にさ、なんか可愛いってなったのかな。謎なんだけど。高校生、女子高校生の子たちがみんな買ってるじゃないですか、キティちゃんとか。そんなに流行ってるんだって感じですね。エビタッピ、いただきます。
うん、今日体育あったんですよ。あ、嘘、あ、今日あったんですよ体育。体育でバドミントンしてるんです今。でなんかこのサーブがあるんですよ、下からこうやってやるやつを初めてやったんですね今日。でなんかそう今日テストだったんですけど、私0点、えって感じで、なんか5点入れたらいいんですけど、10点満点中なんですけど、5回勝負でこうやって線の緑の線の中入るかってやつで、1回入ったら2点なんですよ。で222で5点なんですよけど0点、1回も入んなかった。ケイチケイさんあってありがとう。スバルさんコンペタありがとう。最近前髪をねちょっと今日は歪んじゃったんだけど、こんな感じでここだけを残すのがハマってます。これがちょっと朝前髪セットするときに楽なんですよね。マジで5秒ぐらいでできるのでおすすめ。カニシカさんケイトありがとう。ガクさんハートありがとう。ポニョン星人さんコンペートありがとう。ナル先輩さん聞いてありがとう。ポンさん激うまくん落花生ありがとう。柏木さん聞いて、陣長木さん聞いてありがとう。長来大さん兄さんコンペートありがとう。ペタクルさんケイトありがとう。かわいい見て、そう今日は体育だったけやったんだけど、なんかいかん日があって、そう公園とかで行けない日があったんですよ。でそのたまたま体育があった日で、で毎回ね行けない週があったんですけど、日があったんだけど、それであれ今日星雨もあったんですよ。縄跳びめっちゃ苦手なんだけど、縄跳びとあとはうん縄跳びと持久走のやつがあって、もう一人違うクラスの子も持久走だけあって、その子は持久走だけで縄跳びはなかったんですよ。だからなんかマジでミュウマジ早く行くねって言って、ちょっと絶対に早くちょっと終わりたいけ、その子が走り終わるまでに持久走終わるまでに縄跳びも終わらせるけって言ったんですよ。でなんかいつもね15分までなんですよ。15分過ぎたらアウトなんだけど、でみは10ちょっとなんか気持ち悪い、なんか10いつもね14分40秒なんですよ。ゆっくり行きたい派だからもう最後にやってるんですよ。もう最後にめっちゃこうやってよしゴールって感じでちゃんとね考えて走ってるんだけど、ゆっくり歩いて、けどなんかやっぱり今日限りはね縄跳びもやらないといけないとミッションがあったから、ちょっと急いでね5周なんですよ。5周を15分なんだけどめっちゃきついのだけど、今日はみゆ何秒だと思いますか。それはね10分なんですよ。やばくない、10分で走ることができます。いつも14分40秒、すごいよね先生、すごいって言われた。でね、ノート寝てる時とかあるからさ、ノートやってない、書いてないんですよ全然。書いてる時は書いてるんだけど、ノート提出最後にあるって知らなくて、今週までに保険とかなんか習字のなんか変なやつの冊子みたいなやつを終わらせないといけなくて、あと国語のノート提出もある。やばいよー。
久しぶり。ビョンダクさん、携帯ありがとう。よいしょ。セーフセーフ。オワングさん、ハートありがとう。ミスさん、ハートありがとう。こんばんは、ただいま、おかえり。パパパ、頑張れ、あの日の私はそう叫んでる。オワングさん、大子さん、ハートありがとう。なる先輩さん、誰もありがとう。アディダス派か、いや、ミはナイキ派です。ナイキの方が好き。でもなんか好きとかなくない？どっちも好き。時と場合による。一目惚れしたらその時の気分ですね。でも靴はナイキ派。ナイキ派だけど、でもやっぱ気分で変わるから、なんかヒータンと遊んだ時、違う、カナウタンとかと、カナウタンとヒータンとかで前クレーンゲームしに行ったんだけど、カスミタンとその時にね、行ったんですよ、靴屋さんに。でアディダスの靴を一目惚れしたから買ったし、めっちゃ気分で変わる人。昨日のね、あの子がクラウンちゃんっていう子だよ。アイちゃんって子。晩ご飯はマック。キティちゃん。東京は昨日にすごかった。お母さんの写真集買った。ショールームで買えたじゃないですか。でショールームで買いました。でもなんか届くの、ショールームで買った人は届くのが遅いらしくて、知らんけど、そうだからまだかかるかもしれない。うまっ、うまわ。私も風強く なかった。強くなかった。え、風強かったんかな、わかんない。ね、それってやばいよね。でもね、なんか体育の日にいつも公演とかレッスンとかがあってね、行けないの。だからその最初のなんだっけ、そのバドミントンのやり方が分かんなくて、ミユだけ教えてもらってない状態だからさ、まあそれはしゃあないかなみたいな。まあ0点で当たり前かなと思っちゃった。やっぱ授業行けてない分ね、遅れを取ってるからって感じですね。オナピーコンペットありがとう。セギさん、ヒートありがとう。予選たくさんあったね。そうですね、やり方わかんないからね。太鼓さん、アチさん、ハートありがとう。マサミさん、うん、なんか英語になってる。コンペットありがとう。
ニューロビーがいい感じ。これはね SG って言うんだよ。けど今日はちょっと失敗した。毎日この横の毛をなんか考えてるんですよ。考えてるんですよ。なんか毎日どうしようかなって思ってて、今研究中だからちょっと今日は失敗したんですけど、まあまあまあ。黒ね、最近白か黒か灰色が好き。二階さんコンペートありがとう。ストルめっちゃ遠く、そうなんかラリーは続くんですよ。1年間ぐらいバドミントンやってたから、これはつなぐんだけど、つなげれるんだけど、全然シューとかなんかスマッシュみたいなやつもできるんだけど、なんかこの下からやるサーブができなくて、そう、それは1年間の間小学校の時に教えてもらってないからやり方が分かんなくて、で授業も受けてないから、中学の最近点数取れなかった。うん、ちゃんたさんコンピューターありがとう。学さんハートありがとう。サイダーさん役目の本もありがとう。てつさん聞いてありがとう。一番出会った広島に言いに行けなくてごめん。大丈夫だよ、知ってるから。奈良空さん200回目のほんまありがとう。オノビーハートありがとう。エイジータンコンペートありがとう。オノビーハートありがとう。ポテト美味しい。佐藤みやべ男さん、はじめまして。奈良倉さんコンペートありがとう。キュウさん100回目のほんまありがとう。二階さんハートありがとう。じゃあ始めちねってかっこいい。ほんとに朝さんハートありがとう。秋葉さんコンペートありがとう。マックさん、はじめまして。見て、マック。はじめまして。フォローありがとう。スパイクさん、コンペートありがとう。ラムネくんが寝てる。体操服じゃないよ。これが体操服だったらめっちゃかっこいいし、めっちゃ嬉しいね。名前がどこにも入ってません。え？ね。AD さん、100回目の方もありがとう。こんばんは。ここにいた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 。ドメンバレ、こんばんは。昨日ドンキで桜大根買ってみた。めっちゃ美味しいよ。アイダスシカタン、夜ご飯パクティパクって。全然夢を君へ、主人公は。カメテルさん、聞いてありがとう。節制、節制ってなんだ。お母さんの新種 SO 知ってるけど、お母さん大好きだから勢いで買っちゃった。ありがとう。夢を君、いつもこれにね立てて配信してます。あとは光のやつなんだけど、このこたつでやるときはこれです。上まで下げて、
先輩さん、5番ありがとう。3番ねのスパッツァンさん、ありがとう。5番あのコンペットマックのポテト賞味期限は10分ですよ。え、でもミュー、マックのポテトカリカリが好きな人いるじゃないですか。でもミューはあのしなしなのがめっちゃ好きなのね。しなしなのが美味しいから逆に冷まして。届いてない、え、届いてないまだ。3番ねのサポーターさん、コンペートありがとう。ハッシュタグともちさん、ハットありがとう。ありがとう。あと倒立はね、中が来たら楽な感じ、蹴ったらね、テストの後にみんなに何か教えてもらったんですよ。時間、テストの後に時間があったから、そんなにこのサーブのやり方を教えてもらったけど、もうなんかそう教えてもらったらちょっとだけできるようになった。いただきます。あく、うん、日曜日オンラインお話し会も、そのオンラインお話し会もラストだし、リアルも幕張ラストなので待ってます。みんな目の目がかっこいい。こたつ夢を君へ、うん、キュートね。あれ、さっきまでこたつあったね。313日の連続おめでとう、ありがとう。神照さん聞いてありがとう。クレードイゲンすぐ研究してる。階段さん、コンペットありがとう。国鹿さん、ありがとう。マリさん、はじめまして。ヨネさん、役目の方もありがとう。たくさんあった、ありがとう。失敗、今日はちょっと上をぐるっとしすぎて下が足りなくなった。でも朝って時間ないからもうしゃあないね。みーは朝ね、朝配信をするときはだいたい6時半から7時まで30分間配信してるんですけど、まあ、今日は配信してないんだけど、朝6時半から7時まで配信するじゃないですか。でやって、その後にすぐ寝るんですよ。15分まで寝るの、あ、違う10分、まあ13分、12分ぐらいまでいつも寝るんですよ。したら13分ぐらいの仮眠ができるから、その間で仮眠します。で、わって起きて17分ぐらいまでには絶対制服を着替えます。で、髪の毛をね、パパッと終わらせるためには、25分には髪の毛を終わらせないといけないので、25分までに髪の毛を終わらせて、でそっからお弁当詰めたり、教科書詰めたりして、はい行ってきます。で30分なので、いつの間は15分ぐらいで準備してます。本当にアベマ見ました、ありがとう、ありがとう。おつぽん、公園待ってますよ。首回りの私だけど、本当に結構最近ね頑張ってる。なんか化粧水と乳液っていうやつを顔に塗るんですけど、それを首にもね最近塗るようにして、首だはちょっと顔より色があれだから、なんか首の方がつけてるんだよ色。そしたら最近ちょっとだけいい感じになってきた。柏木さん、コンペートありがとう。照明さん、あとありがとう。今日はねメイクしてないけど何もしてないですよ。学校終わって帰ってきただけ。今日ね体育疲れましたよ。持久走と縄跳びまでやられてね、本当に頑張りました。どら焼きさん、ハートありがとう。レッスンの時はジャージは着ないね、トレーナーみたいな。
たら暑いから。ひなはたありがとう。次の回なんですね。そうですね、3月なんですけど、僕の太陽公演久しぶりのね、1ヶ月半ぶりぐらいなので、出るのが僕たい。待ってます皆さん。そう、リエちゃんがね、めっちゃ優しいことを言ってくれてて、普段話す時があるんだけど、話してるんだけど、なんかもっと公演に出たいみたいな話を言ってくれてて、リエちゃんが、もう嬉しかったです。何気なく話してるけど、言ってくれたのがびっくりした。でも本当にね、自分がもっと公演とか出させてもらえるようになれるように、自分のダンスとか歌を極めて MC も頑張りたいとはみんなに話してるんだよね。そういう話になった時、谷さん、誰もありがとう。トリスウェブさん、かわいい、ありがとう。ケイト、ありがとう。カゴピン、誰もありがとう。ノビハタ、ありがとう。ね、しなしなのが美味しいよね、ポテトは。カゴピン、エムさん、ケイト、ありがとう。レジックスメさん、花束とバラ、ありがとう。なんか、できることないかなと思うけど、いやいやいや、応援してくれるのが嬉しいですからね。本当に。応援してくれて、冬の配信見てくれたら、もうそれだけで。みやん幸せだし、それだけが嬉しいですよ。パラシェリーさんに知らないし、ありがとう。二度寝いらない、いるんですよ。やっぱりね、あの二度寝がないと、やっぱみは育たない。育たないっていうか、あれがないと本当にやっていけない。なんで、あの二度寝が必要かっていうと、7時から7時10分ぐらいの配信終わった後の二度寝が必要かっていうと、朝のね、なんでかっていうと、それは、まず、睡眠時間がね、だいたいいつも平均4時間ぐらいなんですけど、その中で、あれなんですよ、多くて、5時間ぐらいなんだけど、その時に二度寝をすることによって、ちょっと10分の二度寝が1時間に感じるんですよ。あの幸せな感じをやっぱいいなって思いますね。あれがあるから、ちゃんとね、こんな感じで目開いてるなって思います。そんな感じです。モーニングルーティーン、やっぱ10分するとマジで違う。本当に10分が1時間に感じる。あれがないと本当にもう、あと、おはようございますってなっちゃうから、学校行ってね、だからあれがないとダメ。朝食はね、学校でね食べれるんですよ。学校で食べるっていうか、学校行って朝休憩みたいな、なんかまあ学校行ったら自由時間があるんですよ。朝休憩とは言わんけど、まあなんかあるんですけど、その時に食べてます。そのクラウンちゃんと、じゃあご飯紹介しようって言って食べてますね。で、まあ1時間目終わって食べて、2時間目終わって食べて、3時間終わって4時間目だって感じです。で、4時間目終わる頃にはもう給食なんです。あ、ご飯、お弁当を食べる時間なんですけど、でももうその時間にはご飯食べ終わってるから、カフェテラっていう食堂みたいなところで、お菓子を買います。お菓子っていうか、お菓子も売ってるけど、フルーツじゃない、唐揚げとか売ってるから、そこで唐揚げ買います。早起きも苦手ですね。朝やっぱ眠い、そりゃね。ティオアムケルマームさん、
はじめまして、カチさんハートありがとう、クリミケートありがとう。せな時給数の日ね、そうしかもね、その体育の先生めっちゃ怖いんですよ。ちなみにそうめっちゃ怖いから、そうちょっとびっくりして、なんかその休憩がねちょっとだけさせてもらえると思ったんですよ。時給数終わって、あーゴールって思って、でハッハッハッて3回息ハッハッハッてやるじゃないですか。そしたらよし縄跳び行くよって言って、ちょっともうちょっと休みたいなとか思いながら、でもみーもさ早く帰りたいなって思ったからって感じです。しんさん誰もありがとう。今度は マラソン大会ないですね。しんさんハートありがとう。メイクしてるのよこっち。これはだからそのね寝るのが大事。なる先輩さんバラありがとう。クルーラー300ミリありがとう。あと20%のお知らせが来た。自分に誘おうと、よいしょ、よいしょ。20時間はね、でも寝すぎたらね気分悪くなっちゃうんだよね。過ぎたら逆に気分悪くなっちゃうんだよね。ですよ。てんてん。体育ね楽しい。カエラさんハートありがとう。ナピハートありがとう。チケットゲットありがとう。こんばんは。みんなダンサー運動神経ねされてでいいといいけどね本当に。みーもいつかゼロポジでサビとか踊れる日が来るように頑張ります。うん、急いで移動するときはついチピチピ、いや歌うかも、やばい、チピチピチャパチャパルミルミ生生って歌うかも。それかHey, hey, you, you, I don't mean to know, hey, hey. ジュ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 っていう曲があるんですよ、猫ミームに。だけどっちもたまに歌う。たまに結構歌う。うん。テロップ書いてなかった。話し会待ってますにするね。みんなお話し会来てくれたら大好き。最後だから Hey, hey, you, you. 3月行きそうにない、了解です、また待ってます。やっぱねーちょっとね頑張ります。みんないっぱい公園出れるように。配信も楽しいけど公園でミーポンコールしてる時が一番伝わってる感じするけどね。確かに。じゃあうち一番に教室入って朝ごはん食べて寝返りしてる。そうよねやっぱり。だよね、ミーもそう。熟睡できる、あの10分がめっちゃ熟睡できるんですよ実はね。めっちゃ熟睡できる、あれがないと。そう、いつも何時に寝てるんですか。なんかねいろいろねやらないといけないことちょっと多すぎて 2,3 時にはいつも寝てる。 2,3 時、2時半ぐらい。
寝たいんだけどね、みよも。結構長い休憩だ。25分、8時25分までに投稿しないといけないんだけど、それまでは休憩です。さっきみーはスクールバスだったらスクールバスだったら早く着くからって感じですね。スクールバスだったら早く着くんですよ。8時、でも最近は8時10分とか10分に着くから、そっからもう食べてる、食べる。みんなも中学生かわいい、本当に。まあ、ダンスレッスンの日に夜の18時に寝てます。すごい、8時、8時いいね。うん、そんぐらい寝たいな。なんかさ、いつもね、あの愛ちゃんの、あの学校のお友達、愛ちゃんって言うんだけど、愛ちゃんの、愛ちゃんとか新体操ミーキー帰ったりしてて新体操やってるんだけど、でその子の練習が9時に終わるんですよ。そっからその子の学校から家はめっちゃ近いから、こうやってビューンって行って、その子チャリ通なんだけど、で9時半ぐらいからいつもね電話してるんですよ。楽しいから電話が。みんな長くはしないんですけど、今日は新体操どうだったみたいになって、バイバイってすぐ、まあすぐ切るんだけど、マジで一瞬で切る、一瞬じゃないけど、まあ話してバイバイ。睡眠時間が短いから授業中眠くなるんだよ。そりゃね、そうだよね。寝たいんですけどね、ちょっとね、ちょっとやっぱみダンスね覚えるのがちょっと記憶力ほんまいなくて、そう、ちょっとあれだからちょっと見て。二階さんハートありがとう食べて食べて食べまくるんです。浅賀さんケイトありがとう。シリベシリバースさん、ラブレターありがとう。めっちゃコメント読み遅れてるよね。めっちゃぐるぐるなっちゃった。ハートありがとう。ひらしさんハートありがとう。マクシークじゃない、くーちゃん。ダンスの時の手の動きめっちゃ高速じゃない？そう？ノブさん誰もありがとう。感じのあれのセアミファンほんとに。話し替えます。ラムさん、ヤカメさんもありがとう。これから見てください。福島といてもらったけど、この前の話がディグリーできる。うん、福島ね。
ミクチャでは女子中学生でも夜中1時まで配信してますので寝落ちするうち。そうなんだ。ミクチャってでもそうだよね。そんなような気がする。朝食はね、学校でしっかり食べてます。まだミーポンが夢に出てきたことはない。出てきて夢を見る方法を教えますね。夢ってね、見ようって思ったら見れるんですよ。まずこうやっておやすみってこうやってこうなってるじゃないですか。でそのままこうしたまま目つぶってて、まあ最初って眠れないじゃないですか。まあ気づいたら寝てるんだけど、でその寝る前に目つぶったまますぐあれするんですよ。物語を作る。例えばミュウが夢出てくるな、今日はライブ当日、ミーポンコールするぞ、ミーのペンライト振るぞっていう感じで物語を作ってて、その間に寝落ちしてるから、それで夢見ることがミーはできた。カイロさんあたりがとう。カイロさんあたりがとう。カツ丼は好きな丼ランキングないですか。丼の中だったらでも2位か3位かな。アクさんハートありがとう。手振りが早くて嫌だと思う。本当にいっぱい練習してるからね。リボンを見るとお腹減るようになりました。ガチリボンダンス最初よりかはるかに上手くなってる。本当にでもマジで最初ダンスしたことなくて分かんないかったけど、 STU に入ってダンスがちょっとだけ好きになった。覚えるのはまだ全然遅いけど、踊れた時の楽しさとかが間違えずに、体操できた時、新しい技ができた時の楽しさと似てるから楽しいなって思う。体幹しっかりしてるからパフォーマンス映える。本当に映える映える。22時から午前2時の間に毎日寝れないと背が伸びれないらしいよ。そう知ってる。なんかどっかで聞いたってことあります。抜群編見ちゃう、楽しみにしちゃうからです。 OK 楽しませます。前方エリア、でもそう、ゆたりだと一緒だから。スニーナハンはイヴァンスクリーンくん、どういう意味。イヴァンはシミサラさんの声に似ています。本当ですか。もう尊敬でしかないんだけど。そんなの寝るときにスマホ見る、スマホ見ない。寝ようって思って目つぶり始めたらスマホは手にない。もうなんか寝るときにはもう 音量マックスにして起きれないから、音量目覚ましかけてるときは音量マックスにして全部やってるから。でなんか棚みたいなところがあるんだけど、ベッドの横に、そこにパッて置いてる。こうやって逆向きに寝たいから、こうやってこうやってパッてこうって寝るから、あれかな、全然スマホ見ない。スマホ見たまま寝落ちとかしたことないんだよね。したことあるけど、別にしたことないは嘘だけど、あんまりしないかな。うるさい。今日寝る前にそう実践してみます。してみてください。ヘイヘイグーグー。でもミュウは夢は見たくないから見ないです。いつもなんか見たら、見とる時ってあんまりぐっすり寝てないらしいんですよ。寝れてないらしいよ。じゃけなんか見たくないんじゃなくて見ないようにしてます。そうじゃないと貴重な睡眠時間が睡眠ではなくなってしまうから。そうですね。だからいつも見てるかもしれんけど、いつも忘れてます。忘れてる時はだいたいぐっすり眠れてるらしいよ。いつもマジで一個も記憶にない。
寝る前にバズレンノのミーポを見てたから夢に出てきた。ガチで？そりゃあね、夢にね出ちゃうよ。ポンはあとリズム感があればもっと上手くなるでしょう。確かに。ママは起こしてくれないの？起こしてくれてるよいつも。ミーが目覚ましで起きれなかった時は起こしに行きます。ミー起きて。うとうとしてスマホが顔に入ってきて当たる。でもそんな横向きなんですよいつも見るのが。スマホ縦向きで見ないかな。よしきさんはじめまして。おけいきさん、ひかりのほんまありがとう。ノンレム睡眠、レム睡眠みたいな言うよね。ノンレム睡眠、レム睡眠みたいな、ね、眠睡眠。モドピハットありがとう。いつも寝ながら七並べ。そうなんだ、いいね。みよも七並べ寝ながらしてみたいなけどさ、8時以降しちゃいけないからさ。モドピハットありがとう。ノンレム睡眠、眠る睡眠みたいな。睡眠だっけ？ちょっとわかんない。ラム君の聞きながら眠ってみたい。結構ね眠れないよ。ちなみに。けど。最初は眠れなかったの、ラム君のブーブー聞いてたら。けどなんかいつの間にかもう慣れて寝れるようになった。おいでラック、おいでラム、おいで来てくれたの。あれこっち、おいで。やばくない？呼んだら来てくれるんだけど。やばくない？今遠くいたのにね来てくれたの。マジで可愛い。ラックンだけだよ。睡眠は魚か。曲に合わせて体を揺らしてる。曲を聴きながら曲に合わせて体を揺らしてるんだけど、揺らせれきれてないのかな。授業中はノンレム睡眠とレム睡眠を90分サイクルで経過してる。ノンレム睡眠とレム睡眠って何が違うのか分かんないからさ。メニーちゃん小判ありがとう。のせる、かわいい。いつも2時ぐらいに最後に並べてから寝ます。いいなぁ、みーも並べたい。並べたい。まきちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ゆりレバさんほらありがとう。かくさんハートありがとう。みんなスクショタイム。ノンレムが、レムが体が休まっててノンレム睡眠が脳が休まってます。そうなんだ、難しい、全く分かんないや。七並べは寝る前にポーッとするのが楽しいのに8時まで。そうなんですよ、8時までしかできないからさ。ユンレムで読めます。分かんない。スムースラックはけどめっちゃ毛抜けるんだよね。かわいいね。なったの、なんか好きなのかな。あ、頭ぶつけた。痛いよね。今日とかぐらいがねニュースで見たんだけど、みんなが中3の人たちが受験生なんだって。今日とか明日一昨日、昨日今日明日ぐらい。谷さんだるまありがとう。
みゆめさんありがとう。とにかく早く寝るようにしよう。みゆも早く寝たいんだけどね。そして今一、え、すごい、ありがとう。みーくん誰もあり、あ、ケイタありがとう。やってまいりお疲れ。明日は朝配信、夜配信。明日は朝配信です。朝配信です。石井さん100回目のもありがとう。これから見に来てください。谷さん誰もありがとう。八さんハートありがとう。海道さんハートありがとう。リアチュー受験勉強してる。え、わかんない。もう受験終わったの。わかんない。ミュウに聞かないで。ミュウわかんない。実力を発揮しきる前に相手の方がバックれてくるし。ミュウあれ覚えたいんだよね。実力を発揮しきる前に相手の方がバックれてくるし。めっちゃハッピー。相変わらずタップしてる前にピン。誰のまあまあいいな。俺のこと愛すよ。で愛し愛しパッとできないいいからまたばっかり切れてる。あ、切れてるばっかり。出るばっかり。出る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 。マンカスだけはいい。両箇所になるもんだけ。ないもん。バッタの街な。いディス鏡よ。あ、鏡よ鏡答えちゃって。トラでした、アンダでした、イエーイ。ママミのママ行けるとこまで。トラです、トラ一番上。覚えたいんだよね。スケモンさんバラありがとうね。ヒトの配信ビーも見てた。でもヒトの決めたことだからそれに口出しするのはおかしいと思うって思いました。ママミのママ行けるとこまで。ヒカとスグクはマンデナイネとして英語で理数系ってことなのかな。みゆでもみゆね、最高で最下位、一番最悪な英語で一番さ悪かった点数が9点だからみゆ勝ってる。タケル君に、谷さん誰もありがとう。自己表現って何するの。例えばみゆもね、一回ね面接したことあるんですよ。中学校の時に、あの中学校私立、今私立だからさ、ナウであの面接したんですけど、え、まあその時はアイドルやってなかったけど、もし体操今やるとしたら、私はもともと機械体操をしてたんですけど、あのアイドルに興味を持ってアイドル活動を今していますみたいなめっちゃ簡単に。でケミーは体操やった時ど 何やったっけ。体操がでケミーは小さい頃から水泳を習ってたんですけど、中学校の時は小さい頃水泳を習ってたんですけど、ある日テレビで内村航平選手をオリンピックで見て、そっから機械体操にをやりたいって目覚めました。そこで機械体操の楽しさを知って、機械体操をすることに決めて、今までずっと機械体操をしています。機械体操ででも実績を残しましたとか、大会に出ましたとか。トルさんケイトありがとう。ずっとありがとう。あ、楽しかったユニオンありがとう。タックンさん飛行機ありがとう。私がとう。お疲れ様。確かにそう、決めたことだから、うん、口出しするのおかしい。キアさんほらありがとう。実年齢より年上の会社でね。どういうこと。ユニオン可愛いと結婚してありがとう。今来た英語むずいよね。ユニオンハートありがとう。ごめん、6点取ったことある。みゆの勝ちってことでいいかな。ごめんね、めっちゃうざかったよね。ごめんなさい。こんばんは。何歳からアイドルに興味持ったの。何歳から、え、本当になんか全く無縁な関係だと思ってたんですよ、アイドルとは。けどなんか体操がガタが来たっていうか、もう結構足がなんかもう体操できないぐらいにできんくなっちゃって、なんかでもなんかやりたいなと思って、そこでママが見つけ、ママがもともとアイドルが好きで STU が好きで、でみゆもその
花は誰のものを知ってたから曲で、なんかこのグループがこの曲のやつなんだけど、オーディションあるから来てみないってママに言われて、なんかやってみたいかもみたいな感じで受けさせていただきました。そしたら初めてねオーディション来たんだけど受かっちゃいました。マジで受かるとは思ってなくて、あの番組もやった瞬間えってなってた、え私ってそうですよ。千村選手、そうミエがね体操やめて、やめた瞬間じゃないけど、やめてちょっとした数ヶ月後にミエがもともと習ってた、習ってはないけど合併したクラブがあるんですけど、そのクラブに内村選手が来てたんですよ。広島の合併したところに。びっくりじゃない、会いたかった。僕大会を申し込むと思うんだけど、違うね、そうなんかねクレジットだけなのかな。グレックさんほらありがとう、電車にはないよね魂でね、あ気づいたよじゃあ天職さんあったありがとう。ざっくり言ったら高校生の本当に、まあそうね、そうですよ。ママさんはアイドルのオーディションは受けたことないと思います。25日自分の先生の話だった気づいた、そうハンゲドン持ってくれててめっちゃ嬉しかったです。パープンの推しはオキさんですね。そうしてたんですけど、シグサーで、はいお願いします。あの女子の体操は何十何万はいお願いしますなんだけどって言って、ミュー頑張ーなんだけど、男子の体操選手ははいっよしよしなんだよ、シャッなんだよ、よくない、めっちゃ面白くない、いっつよしめっちゃで、それで早くやった方の勝ちみたいなやってて昔、はいよしみたいな、マジで難しい、マジで取材だいいな、ありがとうね、キャモさんありがとう。それじゃあ壇上見していきたいと思います。13位 HK32 サンボネのスポーター32東京のマスミ31 23 10位ボンさん9位ユニアン8位カガピン7位ナル先輩さん6位アイジータン5位スパイクさん申し入れ4位カシアギさん3位バイオセイジさん2位ビッケイブさん1位ワオノピーでした。配信見に来てくれてありがとう。メイキングでもここに死ぬかわけにしてくれてそうね、でも自己 PR 結構ね得意ですね、私得意分面接が結構得意だから、まあ、1回経験したことあるからね、これも高校でちょっとやっていきたいなと思います。高校の面接でもう来年だからね、私も面接じゃない、もうね入試がん高校受験が頑張りたいと思います。バイバイ X 見てね。